ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。今夜も始まりました、ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。パーソナリティはアコースティック音楽ユニットナックルヘッドのボーカル永瀬と鍵盤としえです。月曜夜のハッピータイムは手作りの器で美味しいご飯、中央通り昭和の街の大黒屋食堂とエンターテインメントを発信するオフィススパークルの協力でお届けします。改めましてこんばんは。こんばんは。今日のゲストとしえちゃん紹介しちゃってちゃんつけられちゃったけど今日はですね、はい、ビデオグラファー岡本恵子さんをお呼びしてますが、はい、ね、幅広いですね。また相変わらず、うん、写真もビデオも撮影するということで、はいはい、ね、今さ私たちスマホとかでね写真撮ってインスタアップしたりするじゃない、はい、その辺もねちょっとしたコツちょろっと教えてくれたら嬉しいね。そうですね、はい、では、はい、お呼びしましょう。岡本恵子さんです。はい、ようこそ。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず自己紹介お願いできますか。はい、私はあの今あの川越の的場に住んでるんですけど、生まれも育ちもずっと川越 で、うん、で3年前に結婚しまして、はい、一度東京の方に行ったんですけれども、うん、出産を機に、まあ、ちょっと今後子育てとかを考えると、はい、その時アパートだったので、まあ、ちょっと戸建ての方がいいんじゃないかということで、いろいろ検討してたら実家の4軒隣がなんか中古で売り出しをして、すごいタイミングだったので、そこに決めて、結婚してからも川越に引っ越してきました。素晴らしいという川越が大好きな、はい、すごいですね。じゃあ生まれも育ちも的場ですか。そうなんです。すごいですね。ずっと的場です。じゃあきっと同級生の人とか後輩の方も聞いてらっしゃるかもしれないですね。そうですね。でなんか中学校からちょっと都内の私立に行ってたので、はい、うん、ちょっと薄い部分もあるかもしれないんですけど、はい、はい、そんな岡本さんなんですけれども、はい、まずどんなものを撮影するというか、はいはい、そうですね、今私ビデオグラファーという形でやってるんですけど、はい、そのカメラマンも もちろんするんですけど、はい、そのビデオグラファーってその企画とか構成とか、はい、またその撮影した後 その編集までも全部一括でやってるのが、はい、まあ、ビデオグラファーってやりまして、はい、で撮影するものに関してはもう今特にもう動画の時代って言われるぐらい、うん、本当さっき冒頭もおっしゃってたと思うんですけど、はい、皆さん本当に身近だと思うんですよ、うん、動画が YouTube もあったり、ね、インスタもあったり、はい、本当に動画がすごい身近な分いろんな方が活用しているので、もう撮影もいろんなものをしていて、うん、この前も企業様 の、はい、今この時期なので新卒 の、はい、採用向け の動画であったりとか、はい、あとはちょっとヒーリング協会様の PR 動画であったりとか、はい、うん、あとはまあこうフランチャイズを展開している方 の、はい、そのフランチャイズ加盟を希望する人が、うん、見られるようなそのオーナーインタビュー動画とか、うん、そういったものを撮影していて、はい、今度次は保育園のお遊戯会も撮影するんですけど、本当になので幅広くそうですね、はい、いろいろ仕事はさせていただいてます、はいはい、そんな中で、はい、思い出に残っているお仕事というか、うん、はい、ありますか。そうですね、結構強烈だったのは、はい、介護の食事 の介護のレシピを、はい、今まではこのパンフレットでレシピって配ってたやつを、はい、こう動画にしたいということ で、はい、でそれで介護食なので硬さによってコードが違うんですけど、そのコード別に、はい、一つの料理をコード別にコード順にこう料理していくその動画をひたすら撮影してでそれが3ヶ月で48本納品してほしいということだったんですけど、その、まあ、編集は3ヶ月ぐらい見積もるんですけど、うん、はい、撮影に関してはもう1日で一括で全部やったので48食を作って
作るんですか。そうなんです。すごい。カップラーメンじゃねえんだからな本当にそうです。もう朝から晩までずっとなので、もう調理場に張り付いて、で完成したらその完成写真を撮ってみたいな。すげえそれはすごい思い出深いですね。ハードだね、いろんな意味で、なるほど。そうするとやっぱりそういうところに来てる方がそのレシピを見て料理をご家族の方とかが作れるようにってことなんですね。そうですね。もう紙で見るよりもやっぱり伝わる情報量もすごいので、そうですね、確かに見た方がレシピは分かりやすい。今そういう時代ですもんね。そうですね。何でも、タブレットとか台所に置いて見ながら、みんなそうですよね、料理しますよね。昔はでも私料理本を見ながらやった時は、もう本がねベタベタになっちゃう。なんかいろんな調理しながら ね、そうめくったりしてると、パリパリになっちゃう。そうそう、パリパリになっちゃう。俺なんていつも料理作るの目分量だからな。あ、すごいですねこんなもんだろうね。それはすごいです。それはそれ、そう聞くとプロっぽいけどねいや一応ほら飲食店で働いてた時もあったからね。それは作ってないでしょ。まあね、あの皿をこう汚れた皿を洗う係が多かったけどね。しかも焼肉店じゃなかったっけ切って焼くだけみたいな野菜ちぎってあげるだけみたいなねえねえねえ、ちょっと脱線戻ろう。部が悪いこの話を戻ろう話を、でですね、この世界に入ったきっかけ、教えてください。なんかもともとは全然もう関係ない仕事をしていて、ずっと会社員をやっていたんですけど、建設業と出版業をやってたんですけど、で出産を機にちょっと辞めて、で、出産後娘が1歳ぐらいになってからかな、なんか次働き出すにはどうしたらいいかなと思って、で、どうせ働くなら、このやったことないことやりたいなっていうの で昔からそのなんか編集とかなんかこう作ったりするっていうのが、あとなんかこう何か伝えるっていうことがすごい好きだったりするので、でちょっとまた動画がやっぱり身近だったので、私もYouTube でいろいろ見ていたので、それで自分もそういうの作れるようになりたいなと思ったのがきっかけでした。すごいですねすごいねそれね。でもあれじゃないですか、出版社みたいなところにお勤めされてたってことは、やっぱりちょっとそういうところに携わる部分もと思いきや、もう編集とは全く違う、私はもう全く事務で、一瞬その外回りの営業とかもしたりして、あとその営業事務と、であとは総務っていうのやってたんで、全く違う感じでしたねその時は。あ、そうなんですね、じゃあそこから出産後ちょっと勉強されて。そうですね、なのでやるにあたって、今ちょっと博報堂グループ出身の方が、こういう私みたいにやるって決めた、その映像関係やるって決めた人向けに、その どういう映像のビジネスがあるのかっていうことをこう、学んで、またいろいろ実践していける、そのビデオグラファーのコミュニティみたいなのがありまして、そこに入っていろいろアシスタントから、入らせてもらって、徐々にこうやってきた。すごいですね。じゃあもう何年ぐらい。それでも全然今年からなんですよ。そうなんですか。でもそのオファーがすごいじゃないですかめちゃくちゃやりました、もうとにかくもうアシスタント募集してたら、コミュニティ内でも結構するんですけど、そのたんびに挙手して行きます行きますって言って。うわすごい。もういろんな現場を経験させていただいて、って感じですね。それはすごい ね人気なんだね、俺なんてね、勉強って言って音楽の勉強って言ってな、年上にピコピコハンマーで頭叩かれながら、いやよって練習してるからないや全然足りないからね、そのうちトンカチになりそうで怖い、ピコピコハンマーで。いやそのうち毛がなくなったりしてね。うるさい、黙れ、話戻してほら。もうね、そのお話を聞いてて、私たちも足跡ってほしいなとかね、あるいは
ビデオ撮影、はい、ライブの、ね、ビデオ撮影とかね、はい、お願いしたいなとか思いながらぜひぜひ、はい、プロモーションビデオとかね、うん、作りたくて作りたくてしょうがないんですけど、うん、そうですよね、うん、なかなか作りたいって思ってもきっかけがなかったりとか、そうなんですよ、いざじゃあどうしたらいいのかなっていうのが、うん、いまいちわからなかったりとかしますよね、まさしく俺なんて機械音痴だからね。そうです ね、そういう編集音痴だからもう、うん、そういうのもう全くってことできない、ね、いや編集は私ももう何度かやったんですけど、はい、もうイライラしながら毛が錯覚しない細かいじゃないですか、ちょっと切ったりするのが、ね、そうですね、もう本当に1秒間を30分割してその1フレっていうんです、1フレーム、1フレームずつのこの調整とか、そうですよね、でそれが結構時間かかるんですよね。そうなんですよ、うちにあるパソコンだとね、もうほんとね、まだって言いたくなってくるね、待ち時間が長い確かに、うん、ほったらかしとくとあの、はい、止まっちゃったりする時あるから、そうなの、大変なのね、大変なんですよ大変なのね、うんうん、さてじゃあ今日1曲目曲を流したいと思います、はい、1曲目はですねちょっと柔らかい感じからいきたいと思います、はい、山口すずでテトラと、空
デトラどうでした？うん、やっぱすずちゃんいいね、うん、素敵。これね、うん、1位になった曲だからね。そうだね、うんうん、やっぱり素晴らしいです、ね、なんかね、あのネットかなんかのね、そうですね、うん、そういうので世界中の中でね、うん、1位になった曲、ね、素晴らしい楽曲ですよね、はい、うんうん、はいはい、でですね、さてここできっと皆さんお待ちかねのちょっとしたスマホでも写真が上手に撮れる何かコツみたいなの教えていただけたら嬉しいなと思いますが、はい、はい、そうですね、ちょっとそしたら本当にちょっとした工夫で変わるのが、はい、皆さん撮るときって、はい、あのスマホの画面でグリッド表示ってされてますかね、はい、してません。あ、してないですか、はい、グリッドっていうなんかこの画面を、はい、画面にこう線が入る、はい、はい、ありますね、あれを表示させて撮影するだけで全然変わります、はい、はい、どういうことでしょうかでっていうのがあの写真で結構大事になってくるのが構図になるんですけど、はいはい、でその構図の目安があのグリッドになってくるので、はい、なのでその、まあ、動画もそうなんですけど写真もその割とストーリー性を感じる、はい、あのものがあの結構いいものになってくると思うんですけど、まあ、例えばこの黄昏れてる写真の時に、はい、その人物をこう中央に入れちゃうよりも、うんうん、その人をそのグリッドの端っこの方に、はい、あの三分割法っていうんですけど、はい、この右側の端っこ一番端っこのグリッドの中に収めるようにすると、はい、まあ、その視線の先にこう空間ができるので、あ、何か見つめてるんだなってことが伝わる写真になったりとか、はい、で逆にその人自身を強調したいときは、はい、もう真ん中にドカンとその入れたりとかっていうことで、はい、まあ、本当グリッド表示させるだけで全然変わってきます。はい、なんかそのちょっと今ね、あの、はい、黄昏れている時の右側に入れてっていうのがちょっとイメージできました。あ、そうなんですよ、うん、あのそう、秋の例えばイチョウの枯葉があるところで、はい、右端の方に人物がいるとなんか黄昏れてる感がすごいしそうな。なるほどね、あのね、うん、ね、俺猫に黄昏れ写真とかに、ね、風景で撮ってもらうじゃない、うん、そうすると風景の方がいいから俺の写真が載らないあれ俺いなくなっちゃったってどん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 いなくなっ、グリッド外でねグリッド外それ最初からでしょそうなんですね、はい、あとね、その今スマホもカメラの性能がいいのでなんかプロ仕様みたいなのをちょっと一回間違っておっしゃったことがあるんですね。はい、そうするとホワイトバランスとかいろんなものが出てくるじゃないですかそうですね、で元に戻そうと思ったけれども時すでに遅しでもうえらい大変なことになっちゃって戻らない、戻せない、どうしたらいいのと思ってあ、やっぱり通常私たちが使うんであればあんまりそこまでわからないのであれば普通のモードでそのままで撮った、もう十分綺麗ですね。で、そうですね、十分綺麗なので大丈夫だと思います、うん、スマホでこう撮影したりとかっていう状況であれば、はい、全然そのオートとかでいいと思いますね。大丈夫ってことです。じゃあまたあの動画の場合はどうでしょうか。動画もあのやっぱり構図が大事になってくるので、はい、動画って言ってもやっぱりその写真動画もあのいいその動画に仕上げるためにはやっぱりその静止画の状態で、はい、あの綺麗じゃないとダメだっていうこと で、はい、で静止画がこう連なってやっぱ動画になっているので、はい、その静止画の状態で構図をきちんとしておくっていうことで、うん、その動画と写真でまたちょっと変わってくる部分があるんですけど、はい、で例えばその動画だと例えばこう立場が低い人を写すときって上から撮るですよね、はい、でちょっと逆に威厳を表したいという時は下からこう撮るっていうか、うん、でなのでこう例えば夫婦喧嘩とかして旦那さんが怒られててしょぼんとした旦那さんを撮る時はもう上から撮るみたいな、うん、あったりとかで怒ってる奥さんをこう下から撮ったりとか撮ったりとかするんですけど、でも逆にこう写真とかプロフィール写真とか私も最近撮影させていただくんですけど、はい、こう女性の場合はやっぱりちょっと斜め上から撮った方が綺麗だったりするので、はい、そういったところではちょっと写真と動画では違う部分もあるんですけど、うん、まあ、でも動画でも気をつけているのはそうやっぱり構図をまずきちんとしておくということですね、はい、じゃあ撮影する前にやっぱりその構図を
そうですね、構図が綺麗なだけで全然違う写真になっていきます。なるほどね。動画に、はい、俺たちはほら写真撮るとき普通に俺なんてカジュアルに撮っちゃうじゃない。ただここにピッて、あ、ここらへんペッてさ、ね、だからいつになってもいい写真撮れなくてね、俺の場合ね。いやいやいや、うん、だいたいだって俺 SNS で自分が写ってる写真っていうのは他の人が撮ってくれた写真で、もちろんね、いや本当ね、全然ね、知らない人が撮ったやつが、うん、いただいたりね、そういうのが多いもんね俺はね、うん、であとはもう本当どんどんいろどんどん深くなっちゃうんですけど、その撮りたいものがこう一番綺麗な状態に見える状態にして撮ると、うん、まあ、結構その映えみたいな感じで、はい、例えば料理撮る時も光の加減とか、はい、そういったものをこう、なので結構なんだろう、料理来てあーってパシャって撮るっていうよりは、はい、こう私たち同業者とかが行って写真撮るってなると、はい、もうみんなも器を持ち始めて、はい、こうやっていろんなところ、ほらここ背景ダメだとか、すごくこだわるんですよ。なるほど。料理の写真撮るだけでも時間かかっちゃうっていうか、そうですよね、お料理は本当光が、うんうん、光によって全然美味しさが全然違うよな、うん、やっぱり色合いがねいい方がいいから、うんうん、確かにね、なんか俺、ね、ここに自分の料理の写真たまに撮ったりするんですよ。なんかべちょーって感じの写真になるんだよな。それは多分ね、きっとそのままだ料理が茶色いんでしょ。なんかべちょーって感じなんだな。なるほどね、そうか。じゃあ今度ちょっとグリッド使ってやってみます。ぜひ、すごいおすすめです、グリッドは、はい、すぐできるので、はいはい、でね、あとお料理の写真もねすぐ出てくるとパッて撮っちゃうけど、うん、ちょっとこう家とかで撮るんだったらね、光の加減を見て、うん、場所を選んで、ね、撮りたいなと思います、うん、そう、いや今度ここにね、としえちゃんのとこ遊び行った時にさ、はい、俺が料理作ってみて、うん、それこに写真撮ってみてよ。え、うん、そうだね、映えするように撮って、器素敵なの、器撮ろうかな。ね、中身はちょっと全部撮っちゃって、うん、器だけ撮るから。いやいや、そんなことしませんけどね。はい、あとですね、恵子さんはね、スケジュールが空いたとき、まあ、忙しいと思うんですけど、はい、何か他にやられてることとかってありますか、夢中になってることとか。そうですね、もう今は本当にまあ、ありがたいことに結構お仕事もいただいて、はい、会社とかじゃなくてもう個人で、はい、やってるので、もう際限がなく、今は結構仕事入れちゃってるんですけど、で空いたとしてもこう今娘が2歳なので、娘と散歩したりとかっていうのも本当精一杯っていう感じなんですけど、はい、そのちょっと前とかは結構パン作りにハマってました。あ、パンですか。はい、はい、パンが好きすぎて、はい、作りたいと思って。じゃあそれってパン焼き器みたいなの作るんですか、それともオーブンで。オーブンで、や、自宅のオーブンで焼いてました。はい、フランスパンとか。フランスパン、はい、フランスパンってどうやって作るの？バケット、うん、フランスパンってすごい時間かかるんですけど、発酵自体にも。1日寝かせるだけじゃダメですか？あ、でも1日とかで大丈夫です。じゃあ前の日仕込んでおいて、はい、結構でも大変ですよね。そうですね、バケット用の型っていうのはまた別であるので、そこに寝かしてやってました。はい、フランスパンとかもいろいろ、なんかチョコレート入りのパンとか、はい、いろいろやってました。チーズ入りとか。クロワッサンみたいなのはあるんですか？あ、クロワッサンみたいのは作らなかったですね。クロワッサンってあれって揚げてるんですかね？あ、焼いてますね。焼いてるだけですか？はい、でもなんか結構手軽な感じで、私の知ってる先輩は、はい、冷凍のパイシートにチョコレートとかを巻いて、はい、焼いて、なんかチョコクロみたいな感じでやってる方もいました。確かに手作りはね、美味しいですよね。美味しいです。また香りがいいんですよね、パンが焼き上がる。そうですよね、はい、で自分でほら選んだもの、はい、粉とかさ、そうなんですよ、ね、安心に食べられますよね、添加物が
気にしなくていいから。そうなんですよ。またなんか面白いんですよね、うん、こう発酵した後にまたこねてるやつとかが、はい、なんかその生地がふわふわして、なんか娘のほっぺみたいでなんかふわ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 。俺ね昔ねパンじゃないんだけどね、あのプリン作ったことあるのね、手作りで、ね、そんでね、あのプリン作ったのはいいんだけど、砂糖、目分、さっきも言った目分量なんですよ俺は、うん、目分量で作って砂糖入れすぎてさあのプリンにはなったんだよ、プリンにはなったんだけど、食ったらさむせるぐらい甘くてさ、どんだけ、ね、気が狂うぐらい甘いの、プリンになったのはすごいですね、うん、だよね、食えなかったね、ブツブツだらけにならなかった、ここは穴というかさ、うん、なんか茶碗蒸しみたいだった、茶碗蒸しも別にブツブツにはなってないけど、うん、なんかプリッとしたような感じじゃなかった、あ、うん、なんかそう固まっただけよかったね、なんかプリンにフジツボがついてるような感じになった、あ、それは砂糖入れすぎだそのフジツボみたいなのが砂糖の塊だからちょっと気持ち悪いそんなの作るんだね、はい、まあ唯一のお菓子作りでした、はい、ではですね、そんな岡本恵子さんに、はい、あのなんか告知って言いますか、お店はどこにあるとか撮影の依頼をするにはどうしたらいいとか教えていただけますか。 ありがとうございます、はい、撮影の依頼とかに関しては私 Facebook してますので、はいはい、あのそちらからご連絡をいただければ、はいはい、いつでも、カタカナですか。あ、カタカナで、はい、やってます、はい、岡本恵子とカタカナで入れていただければヒットするということですね、はいはいはい、他に何かこう SNS とかやられたり、あ、ツイッターとかもやってますね。インスタとかはないんですか。あ、インスタもやってます。あ、でそうすると恵子さんが撮られた写真が見える感じですか。見れます見れます。でそのフェイスブックとかのプロフィールに私のホームページのリンクも出てくるので、はい、そこから私のホームページ見ていただくと、はい、いろいろ見ていただけるかなと。ただなんか Google の検索で出てくるまでにはいかなくてなるほど、ね、ちょっと Facebook から入ってもらう形になるかなっていう、はいはい、ピンポイントで行った方がいいってことですよね。そうですね、よくありますねナックルヘッドもナックルヘッドって入れるとハーレーばっかり出てきちゃいますよねハーレーがビットソンの、ね、はい、エンジンに押され気味だもん、はい、でもこの頃勝ち始めてるよね。すごいですね、ハッピーマンデーエンタメアーが出てくりますね。すごいですまだまだですね、はい。あと何かこうお知らせ的なものありますか。お知らせ、まあ、そうですね、はい、さっきもちょっとお話出たと思うんですけど、あの動画なんか作りたいなって思っても、うん、なかなかきっかけがなかったりとか、はい、っていう方になんかこうなので町のビデオ屋さんみたいに思ってほしいなと思って、ええ、なのでこう気軽に、はい、あの何でもご相談いただきたいなって思ってます。わかりました、はい、あのスタジオもありますよね。あ、的場ですか。的場、そうですね、スタジオというか、まあ、スタジオ系っていう名前なんですけど、スタジオは完備してなくて、なのでちょっとそこはまた別で、手配するのか、まあ、ご希望の場所を、はい、店舗様でしたら店舗様で撮影したりとか、はい、まあ、いろいろ外で撮影とかも。あ、分かりました。どちらかというとなんかアグレッシブな感じの撮影なんでしょうね。そうですね、そ、うん、うん、はい、感じに感じますね、はい、うん、いいですよね、はい、なんかこう感じるものがありますね、すごく。ありがとうございます、はい、ということであっという間に時間となってしまいましたが、今日は岡本恵子さんありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ遊びに来てくださいね、はい、忘れてた、ありがとうございましたではここで一旦 CM、 続いて永瀬の小部屋です。ナックルヘッド最新作トリリト、心の底に染み入る曲で涙を流し、小さな光を心に灯す、思い出話を引っ張りポッケに詰め込んで、ナックルヘッド鳥人ナウオンセール。
永瀬の小部屋。皆さんこんばんは、永瀬の小部屋です。今日はですね、私のね、あの昼間のちょっとね、ちょっとしたお仕事の話をしたいと思います。私はね、これでこう見えてもですね、あの内装業やっております。内装業やっていて、あのなんていうんですかね、まあ時代の流れでね、あのなんていうの、品物はすごく製品的には良くなってきてるなって思うんですよ。ただね、あの一つね、思うのはね、なんていうのかな、あの作ってるものがね、すごくこの頃ベルトコンベヤー的な作り物が多いなと思って、なんか便利になった、逆になんていうの、あの仕上がりがね、細部まで綺麗じゃないっていうか、俺から言わせるとね、そんな気がしたりするんですよ。やっぱね、そこっていうのはね、あの人との会話としてね、会話でね、あの物っていうのはね、物作りとか全てそうですよ。あの、ね、そういう物っていうのはね、人と会話して初めていいものが仕上がると思うんですよ。だからね、あの手作りのものね、何でもそうです。あのベルトコンベアの、ね、品物ではね、やっぱりそれ以上のものは作れないと私は思うんです、ね、今日はそんな感じの永瀬の小部屋でした。あなたの曲をレコメンド。今月のレコメンド曲は、ミカジョーで茜色恋の空。皆さんこんばんは、ミカジョーです。誰しも空がピンクに染まる夕焼けを見たことがあると思います。私が見たその光景は、大きな川の流れとともに雄大な空が広がっていました。皆さんの心の中にも大きな川が流れています。その心の中の故郷を、その景色を思い浮かべながら聴いてみてください。この曲はピアノアレンジにナックルヘッドのトシエさんをお迎えしてのレコーディングとなりました。発売されるアルバムには、あと他に2曲参加いただいております。ぜひともそちらもチェックしてみてくださいね。それではお聴きください。茜色恋の空。
若いあの頃は全てが大人びいて好きだと言えず時だけが過ぎた。ナックルヘッド最新作トリビト、心の底に染み入る曲で涙を流し、小さな光を心に灯す。小さな光でもこの手で温めて。ナックルヘッドトリビト、 Now on sale。今日のゲスト、はい、どうだった？いや、俺のね知らない畑の話だったからちょっとね、うん、ウキウキしましたよ。私ね、永瀬の小部屋の話を聞いてて、はい、やっぱりねそういう写真とか動画とかも、はい、人とのコミュニケーションがあって、はい、いい作品ができるじゃないですか、はい、私たちのラジオもゲストさんとやっぱりある程度コミュニケーションを取った上で、そうですね、出来上がるものじゃない？なんかねそこら辺をね、あ、おろ、まこちゃん今日ちょっといいこと言ってるなって思いましたね。照れちゃうじゃねえかよまああんまりね内装業って言ってもね、うん、そんなね今は適当にやってるだけですけどね、はい、うん、頑張ってください。はい、はい、来週のゲストは NPO 法人日本語教育ネットワークの藤永先生にお越しいただきます。またすごいなんかキャパが広がっちゃってるんじゃないの、ね、お楽しみに、はいはい、あっという間にお別れの時間になりました。この番組へのメッセージはツイッターナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー、フェイスブックナックルヘッドまでお寄せください。またあなたの曲をレコメンドで私の曲をかけてほしいという方はオフィススパークルのホームページからご応募お願いいたします。では来週もまたお会いしましょう。はい、
ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。本当の幸せはきっと